それではここでぜひ豊田社長にご登壇をいただければと思いますが、はい、よろしいでしょうか。社長よろししくどうぞ皆様ここんにちは豊田でございいまます、えー、思い起こします思起と 孫さんと初めてお会いしましたのは今から20年ほど前ちょうど国内でインターネットが普及し始めた頃でございます当時私は課長友山は係長でした私たちはトヨタの社内の抵抗をはねのけ手作りでガズドットコムを立ち上げました全国の トヨタ販売店で中古車のインターネット商談をやっとの思いで実現することができたのですさらにそれを新車に拡大しようと全国を飛び回っていた矢先のことでありました孫さんから当時のトヨタ経営陣に対し米国で生まれたネットディーラーというシステムを国内の販売店に 導入しないかというご提案があったのですガズーにべてをかけていた私た,か私たちからすればまさにあり得ないお話でした最終的に私と友山の2人で孫さんのところに出向きご提案をお断りしたことを今でもはっきりと覚えております。 今でこそ社長と副社長になりましたが当時は血気盛んな課長と係長でございましたのでいろいろ失礼があったと存じます、えー、若気の至りということで、えー、孫さんには多めに見てくださったのではないかとこの場をお借りしまして感謝申し上げたいと思います。こうした経緯もあり トヨタとソフトバンクは相性が悪いのではという噂が巷ではあったようでございますその証拠にヤフーでトヨタアキオと検索してみてください私のしかめっ面がたくさん出てまいります笑顔がたくさん出てくる孫さんとは大違いですこのアルゴリズムはどうにかしてほしいと思っております 本日この場にもお越しいただいた皆様の中にもなぜソフトバンクとトヨタがそんな疑問を持たれた方がたくさんいらっしゃるのではないかと思います皆様ご承知の通り自動車業界は今100年に一度と言われる大変革の時代を迎えておりますその変化を起こしているのはケース と呼ばれる新技術の登場ですコネクティッド自動化シェアリング電動化といった技術革新によって車の概念が大きく変わり競争の相手も競争のルールも大きく変化しております。これらの車は情報によって街とつながり 人々の暮らしを支えるあらゆるサービスとつながることによって社会システムの一部になると考えております。本年1月米国の s e で私はトヨタを車を作る会社からモビリティに関わるあらゆるサービスを提供する会社モビリティカンパニーにモデルチェンジすることを宣言いたしました。 It's a great honor for a car guy like me to be here at CES. You may not be aware that Toyota actually began as a company that built weaving looms, not cars. And it was my grandfather, Kichiro Toyoda, that decided to do what many thought impossible at the time to go from building looms to building cars it's my goal to transition toyota from an automobile company to a mobility company and the possibilities of what we can build in my mind are endless i'm determined to create new ways to move and connect

未来のモビリティ社会を創造するためには、仲間という概念が大切になります。トヨタの仲間づくり戦略は、三つの柱からなります。第一の柱は、伝送や愛信など、同じルーツを持つグループ企業との連携強化です。これを私流に申し上げますと、ホームアンダーウェイ戦略ということになります。ホームアンダーウェイの視点で、 グループ内の事業を見直し重複する業務をより競争力のあるホームの会社に集約するあるいは各社の強みを出し合い新たなホームの会社を作るそして競争力のある製品をグループ以外の会社も含め積極的に販売していくことにより仲間を増やしリファクタスタンドをねしていくことが重要になります。 理屈で申し上げますとこのような説明になるのですが理屈で人は動きません私自身も理屈を語るのではなく行動で示すタイプの人間だと思っておりますので私の実際の行動を少しだけご覧いただきたいと思います。 思われる会社になるよね我々は変革していきたいやっぱりトヨタだねトヨタには、まあ、量が出る、ねえー、トヨタはなんとかだっていうふうにされるんじゃなくてトヨタだと何か一緒に未来をつくれるとかトヨタだとこういうことにチャレンジできるとかそういうふうに持っていきたいから結果ができるです小林様トヨタとか やめてください普段おっしゃっておられるようにもうやらけ <laughs> トヨタのグループの特徴はもともとのルーツが同じであるというところにございますこれは事業を行う上での基本的な価値観を共有しているということでもありトヨタグループの 強みだと考えておりますしかしながら企業経営は人間の営みですのでたとえルーツが同じであったとしても時間の経過とともに関係が希薄になったり方向がずれてきたりすることは当たり前のように起こりますそれでも私たちには車という創業以来の共通言語でありブレない軸があります車を前にして 車を走らせ本気で本音で向き合えば必ず心は通じ合うと信じておりますそして心が通じた時に初めてグループは単なる組織の集合体ではなく価値観を共有した仲間同士になるのだと思うのです第2の柱が他の自動車メーカーとのアライアンス強化ですスバル スズキなどとのアライアンスが挙げられますがこれらは資本による規模の拡大を目的にするものではございませんいずれも開発技術生産技術販売網などお互いの強みをリスペクトしもっといい車作りに向けた競争力強化を目的にするものです例えば昨年9月マツダデンソートヨタの3社で e v キャス という会社を設立いたしましたこの会社では互いの強みを持ち寄ることで EV の新たな開発手を生み出すことに挑戦しております今ではスバル・スズキ・ダイハツ・日野、イスズ・ヤマハを仲間に迎えもっといい EV に向けた活動を加速しておりますこうした動きを私流に申し上げますと 愛がつくモビリティにこだわり続ける車や同士の連携ということになりますそして第三の柱がモビリティサービスを提供する新しい仲間とのアライアンスの強化です Uber や Grab Diddy Get Around などの提携がこれに当たりますこうした方々の多くは孫さんの 軍戦略の仲間になられています私たちの仲間づくり戦略の第三の柱を進めていくためにもソフトバンクとの提携が重要な鍵を握っているのですトヨタが車を作る会社であったときには実現しなかったソフトバンクとの提携がモビリティカンパニーを目指そうと考えた20年後には 必要不可欠なものになっていたのです。私から、私たちから見たソフトバンクの強みは、未来の種を見抜く先見性、目利きの力にあります。一方、私自身の強みは、トヨタ生産方式、TPS に基づく現場の力にあると思っております。これは、やりたいこと、やるべきことをリアルの世界で、 実現させる力であり、ベターベタの精神で改善を続け、もっと良いものに進化させていく力でもあります。車は売ったら終わりのビジネスではありません。むしろ売ってから始まるビジネスです。一台の車はオーナーを変えながら、20年以上にわたり、かけがえのない愛車としてお客様のカーライフを支え続けます。 私たちは世界中にディーラーネットワークが日本国内で申し上げますとレンタカーも含め6000店舗の拠点がありそこには長い年月をかけてリアルの世界で築き上げてきたお客様との信頼関係がありますこの信頼に裏打ちされたネットワークこそが新しいモビリティサービスを展開する上での 私たちのアドベンテージになると考えております私たちには車を愛のつく製品として守り続け戦い続けてきた多くの仲間がいますそしてソフトバンクにはモビリティに関わる新しいサービスを生み出しもっと楽しいモビリティ社会を生み出そうと戦い続けている多くの仲間がいます 今回の両者の提携はこうした仲間を巻き込んでまだ見ぬ未来のモビリティ社会を現実のものとするための提携だと考えております本年7月私どもの創業者である豊田喜一郎が米国自動車電動に入りました豊田創業から80年以上たったこの大変革の時代に 貴一郎の功績が認められたことは私にはただの偶然とは思えません貴一郎はいつもこう言ってたそうです「自分は食器の技術では世界の誰にも負けない自信がある」「しかし自動車については何もやらなかった」「みんな部下や仲間がやってくれた」「その言葉には自動車事業は 一人ではではきない、多くの仲間が心を合わせ汗を流してくれるからできるのだだという感謝の気持ちが込められておりましたこのタイミングでの喜一郎の米国自動車殿堂入りは大変革の時代を向けている私たちに対して未来は決して一人では作れない志を同じくする 仲間と作るものだそう言われてる気がしてならないのです私は創業者ではありません継承者です歴代のトヨタのトップが継承してきたものは日本のために世界のために次世代のためにすなわち自分以外の誰かのために働くという精神であり未来をもっと良くするために 仲間とともに働くという精神だと思っておりますソフトバンクとトヨタ両社が仲間とともに描くモビリティの未来にご期待いただきたいと思います本日はありがとうございました豊田社長ありがとうございました